まあ、それに比べてね、安倍、はい、総理はね、はい、オバマさんの隣に座って二人でね、うん、階段の間にちょろちょろっとね、なんか話してたりね、そんな、うん、こっちでね、うん、映像が出てたしね、うん、メルケルさんとも話したりしてたでしょ、うんうんうん、だからね、安倍さんの日記か同棲なんかには、うんうん、やれ、キャメロンと会談したの、うん、オランダと会談した最後はメルケルって書いてあったのにね、うんうんうん、日米韓会談のとこあれ抜かしてあったよ何だったの、まあ、いやいやだからまああれはね、オバマがかっこつけたかっただけだっていうね、もうそんな日米韓のそんな連携なんかないのにかかわらず、まあ、北朝鮮の問題でいうと六角協議ってあったじゃないですか、あれが偽善と欺瞞だったっていうのも同じように今回の問題もね、中身はそうですよね、ただまあかっこつけたっていう、だから渋々朴大統領もあれじゃないですか、応じただけでね、もうやる気ないの見え見えでしたもんね。そうそんなの分かってたからね、だからまあね、おばあ氏は26日昨日だったか、はい、もうほとんどEU にくっつきっきりでね、うん、でブラッセルに行ってね、うん、そこで第一次世界大戦の時にね、うん、戦死した人のお墓参りしたりね、若い人たち集まったところでいろいろ話してたけどね、うん、まあ、要するにね、結論は EU と米国は一体ですよっていうことをアピールしたかったの、うん、それで、うん、まあロシアのプーチンをね、まあ、孤立に追い込むっていうのかな、うん、ただ私ね先生ね、その中で今、うん、おっしゃっていただいた時ふとというかそうに思うのは、オバマの存在感がね、そんなね、うん、若者の講演とかねなんかとかっていうものしかできない、うん、つまり EU のたくさんの国の首脳がいるわけですから、本当言えば真剣にね、みんな間が本当に力を持った人ならね、みんな会って真剣にいろんなことをねもっとじっくりやるはずなのに、もうそんな暇こいてるなっていう感じがね、逆にしたんですよね、まあ、だからそれだけ存在感薄くなってるっていうね、私は演説ずっとね、うん、テレビで聞いてたんだけど、まあね、アメリカのね都合のいいように言ってるなって気がした、まあだってね、自由貿易の問題だってね、うん、もうドイツあたりはね、遺伝子組み換えやなんかでね、うん、批判的になってきてるわけよ、はい、ね、でそれをね、なんかこう、はい、自由のためにとかね、うん、グローバル化はね、世界をね、うん、なんか平和にするなんか言われたって、なーにって感じよね。いや、全くそうですよ、おっしゃる通りでね、今までアメリカがやってきたその、なんか民主化とかね、なんだかっていうのも、ジャスミン革命のインチキが全部バレて、今、どこもかしこも全部ダメになってるじゃないですか。もうで人殺しが始まって、エジプトなんか500何十人もね死刑にするとか、今頃になってそんなの反対するなんて言ったって、お前がやらせたんじゃないかっていうね、いうことがあるわけですよ。で今言ったようにね、イエス・ウィー・キャンとかね、あの人は演で役者だからね、うまいかもわからないけど、本当にね、もう私は国際金融資本とかね、石油メジャーとか自動車とか、こういう本当にそういう一部のね、単なる使いっ走りに過ぎないっていうのがだんだんバレてきてるんじゃないかっていう、ね、いや、まあだんだんってもうバレてるんだけどね。バレバレですか、そうか。うん、まあ銀行なんかもそうだしね。はい、だからまあイギリスなんかが、だから NSA のスノーデンでね、かなりアメリカの悪度さって分かったわけでしょ、はい、イギリスももう孤立しちゃってね、うん、EU でね、うん。だから必死になってね、なんとかしてオベンジャラ使おうとしてんだけど、うん、それはちょっとないわよっていう感じよね。おっしゃる通り。